なんでしょう。めっちゃシップフリフリしてるやん、こうじゃん。こうじゃん、分かってるやんな。はい。こうじゃん。なんでしょう。開けてみる。ドキバキシお楽しみボックスいただきました。ココルちゃん楽しみにしております。どう？何かいなって見てるの？お前何が入っとったん？かわいいやん、ピンクの。色がかわいい、ピンクだな。うん。ちょっとこっちも見て、はい、こじゃーん、はい、はい、ルルちゃん、はや。今回のはいおもちゃ、はい、わ。今回のおもちゃは何ですか？と、お、ラジカセかこれ。え、見えへん。ラジカセや、かわいい。ちょっと。ちょっと。そのラジカセあれ？あの、あ、違うな、頭かけられへんな。こっちはいけるかもね、あ、ちょっとやってみて、うん、かわいいやん、ヘッドホンね、あ、かわいいやん、あ、ヘッドホンやん、ヘッドホンやん、ちょっと落ち着いて、ちょっとヘッドホンやん、ヘッドホンやん、ちょっと落ち着いて、しかも見えへん、ルーちゃん見して、あれ、お、ルーちゃん今時やん、これ、うん、あのさ、そうそうそう、首から下げてるの、あら、はい、今時スタイルやん、ルーちゃん、かわいい、かわいいね、そのヘッドホン。こちゃんもやって。こちゃん、はい。こちゃんヘッドホンして。音楽聞こえるよこれ。こちゃんは？あ、かわいい、いやらしいけど、どこ行った？どこ行った？かわいいやんこれも、ピンクで。これさ、もうちょっと長かったらなんかこう横掛けできそうやのにね。神かけてるんですよ、音が鳴るだけが、じゃあおやつ行ってみる、ルルちゃん、ルルちゃんかけたままかけたままな、じゃあおやつ行きます、はい、これカツオソーセージ、あ、なんか前も食べたことある、カツオソーセージ、うん、あのカリン島みたいな感じのやつやった気がする、開けてみる、うん、うまい、あ、ほら、あ、そうそう、そんな感じやったね。でも美味しそうやったで、硬いやつやろ、はい、あ、いいや、今日な、はい、遅いです、食べてないからな、はい、よく噛んでくださいね、カリカリが硬い感じ、うん、え、食べへん、硬いからあかんの、あ、ルーちゃん食べられる、あ、すごい、カツオの匂いがする。うん、カツオの匂いがする。ね。こんなこと。こんなこと。馬肉なんかえダイスって書いてある。ダイス。うん、ダイスダイスって書いてある。ダイス。原料はうまい。ああ、四角い感じ。うーん、柔らかい。これも硬いやつ。これも硬い。馬肉好きやん。いつも美味しいおやつもありがとうございます、かわいいおもちゃもありがとうございます、はい、はい、うん、美味しそう、食べた、これがなんかあと、もう一個3つ目、芋ある、あ、芋、はい、お芋さんやから、これも美味しいんじゃない？うん。もう、おもちゃはここに放置されております。はい、お座りは？はい、座り。はい。あ、あられや。あられやで。どうだ？これ、お芋さんやから。うん。
ほんまや。あられ。こちゃん、本部さんは。本部さんは。ちょっとだけね、こうちゃんはね、警戒します。警戒というか、なんていうの？食べ慣れてないものはね、一回置いてみるから。あら、ちょっとまたお掃除が必要ですわね、そこ。バラバラ的。あれ、今日掃除かけたばかりやねんけど。最後はあれこれやね。カキシブ消臭スプレー。あ、はい、すごい。ワンちゃんが舐めても安全な成分で作られてる。へえ。なんかスプレーでもさ、やっぱなんかいろんなこうなんていうの、匂いで作られてるやん毎回。うんうん。これね。うん。虫よけスプレーにしても、無臭とかもあるけど。匂う？なんで？匂いしません。鼻が悪いから。匂いに鈍感な人が匂ってどうなりそう。まあでも多分消臭。あ、なんか匂う匂う。匂うで。何かは、ん？何かははっきりわからんけど。ほんで、ココちゃん。ココちゃんほら、クンクンクンしてるやん。ルーちゃん、なんか匂うやんな。うん。うん。ほのかにね。可愛いから。可愛い。